どうも、補欠カラスです。先日行われた日本対ペルーの一戦では、これまでとは違った強さを見せてくれた日本代表に驚いた人も多いと思います。さらには、海外からもいろんな反応が寄せられているので、今回はその辺を中心に紹介していきます。日本対ペルー戦振り返り、両監督のコメント。今回の代表ウィークで2試合目となるペルー戦で、日本代表は前回6対0で快勝したエルサルバドル戦から6枚スタメンを変更し、鎌田大地選手や伊藤淳也選手がスタメンに入っていました。一方で対戦相手のペルーは、カタールワールドカップへの出場はかな 合わなかっったものの南米予選では5位に入てていて日本が力試しするのには絶好の相手となっていました試合は立ち上がりからお互いバチバチとしたせめぎ合いが続き強度の高い展開を繰り広げていきましたそれでも日本は三笘選手や伊藤選手というスピードのある両サイドから攻めの形を作っていきますそして22分遠藤渡る選手が逆サイドへと展開し高い位置をとっていた左サイドバックの伊藤博樹選手に渡るとペナルティエリア手前から左足を振り抜きアウト回転がかかった低弾道のシュートは相手ゴールキーパーの手を弾いてゴールへとスイ ますまず、ゴールキーパーの中村光介選手からパスを受けた板倉選手が、右へつなぐと、右サイドバックの菅原幸成選手は、伊藤選手とのワンツーからタッチライン際を前進していきます。そして、中央のスペースで待っていた鎌田選手へパスをつなぎ、華麗なファーストタッチから、完全にフリーになっていた左サイドの三笘選手へと展開します。そして、ボールをもらった三笘選手は、得意のカットインからシュートを放 待つとボールは相手ディフェンダーに当たってゴールに吸い込まれ、見事な追加点となりました。その後、前半の終わりにラパドゥーラ選手にゴールネットを揺らされましたが、オフサイドで得点は認められず、前半は日本が2点リードで折り返しました。そして、後半に入ると立ち上がりこそ、ペルーの攻撃を受ける時間もありましたが、板倉選手や谷口選手を中心に守ってくれました。すると63分には日本が自陣でボールを奪い、遠藤選手が前方のスペースへ受け。玉スルーパスを送ると反応した。前田選手は収めきれなかったものの、セカンドボールを。鎌田選手は？ と回収しししガラ空きだったた左サイドの三笘選手へ展開しましたそして、ボールをもらった三笘選手はドリブルで侵入し、ペナルティエリア中央へ完璧なクロスを入れると、最後は伊藤選手が落ち着いてゴールを決め、日本の3点目を記録しました。勢いが止まらない日本は75分、相手のバックパスが乱れた隙を狙っていた前田選手がボールをカットし、ゴールキーパーとの1対1を冷静に決め切って、4点目を挙げます。その後は83分に1点返され、2戦連続のクリーンシートとはなりませんでしたが、南米の強豪相手に日本は4対1と素晴らしい勝利をつかむ 結果となりました。このように充実した内容の試合となりましたが、森保監督は試合後のインタビューで、ペルーは fifa ランクも我々と大体同じくらいの南米の競合ということで、これだけの試合をしてくれた選手たち、非常に良い,い準備をしてくれて、試合に向けても全員が繋いで勝つということを表現してくれたと思います。この南米の競合にこうやって勝てるということを自信に繋げて、次からの活動でもレベルアップを目指していきたいと思います。と、選手たちを褒め称えていました。さらに森保監督は続けて選手たちが局面でも戦ってくれて、個々の役割の中で勝ってくれて。チーム ととしてて組織的ににもいい守備ができ攻撃につなげてくれたかなと思います誰が出ても機能するという部分では失点してしまったところは反省しなければいけないと思いますが我々がやってきたことに選手たちが自信を持ってくれる結果になったかなと思いますと話していましたその一方で大敗を喫してしまったペルー代表のレイノソ監督は試合後のインタビューで今日の試合の結論を出すには早いと思う国際 A マッチデーは結果よりも今後に対する期待が重要だと位置づけている今日はいいところもあったが流れの中でより試合を支配する展開が求められた今日の試合についての 分析ははこれから行いたいいた選手には感謝してのと日本のトランジションに苦しめられたと話していました。またレイノソ監督は記者から短期間で日本と韓国と対戦した違いはどこに感じたかと質問を受けると前日会見でも話したが韓国の方がより縦のプレーが中心のチームでそこにはうまく対処できた日本はポゼッションが高いまた攻撃のトランジションでポジションを頻繁に変えながらスペースを見つけていくチームだと思うサッカーというのは今日のような結果に終わることもある選手や監督をはじめスタッフ 情報収集やトレーニングを重ねて、今後はより良い試合をしていけるようにしたいと、日本と韓国とで感じた違いを話していました。最後に記者からもう一度チャンスがあれば、日本と韓国どちらとやりたいかと聞かれた。レイノソ監督は今日の試合の結果を見れば、次どちらとやりたいかは明らかだが、どちらも素晴らしいチームでワールドカップでも結果を残しているアジアの代表として、今後両チームとも結果を出していくと思うと語っていました。また、ペルーの選手たちも日本に苦しめられた原因について話していました。まず、39歳でスタメン出場していたペルーのレジェンドパオロ。ゲレーロ 選手は僕の考えでは誤解を招く結果になったね。日本はしっかりとブロックを作った上で点を取りピッチ上で僕らにプレーさせてくれなかったスペースをしっかりと狭めていたしトランジションは本当に早かったよ。僕たちは苦しいんだね。とレイノソ監督と同じようにトランジション攻守の切り替えの部分で苦しめられたと語っていましたそしてセンターバックを務めたカルロス・サンブラーノ選手は日本はとても機敏でスピードがある僕らはもっと激しくいかないといけなかったね。っていたい結果で韓国相手に最高の試合をプレーした後4失点したことは本当に残念だ。序盤から中 していたけど、彼らはカウンターで素早く僕たちにもミスがあり、この代償を払うことになったと振り返っていました。このように競合ペルーに対して素晴らしい試合を見せた。日本には海外メディアからも様々な反応が上がっています。最も反応が大きかったのは、先日ペルーと対戦し、0対1で敗れた韓国のメディアです。まず、スポーツ朝鮮というメディアは想定を超える。日本のゴールラッシュにすごいぞ。サムライブルー2試合で10得点の爆発だと見出しを打ち、驚きを持って次のように報じています。韓国を1対0で下した。ペルーがほとんどいいところなく日本に乾。 したサムライブルーは攻守両面でタレントが躍動しえげつない破壊力を示したのだ三マや伊藤らがゴールを挙げアンや久保も途中出場で輝きを放つなどヨーロッパでプレーする主軸が軒並み気を吐いたエルサルバドル戦の6ゴールと足して2戦合計10ゴールという圧倒的な数字で彼らは6月シリーズを終えていると日本代表のパフォーマンスを評価していました他にも韓国メディアの SBS ニュースは日本がクリンスマン体制を破ったペルーに4対1で勝利と速報を出し韓国イドットコムでは韓国を1対0で倒したペルーに日本は 圧倒的な実力を見せつけたと取り上げられていました、また韓国のサッカーファンからも、韓国を破ったペルーに解消した日本の試合を見て、様々な声が上がっています。これがチームだよ。韓国は S 級の選手を保有しているだけ。日本は A から B 級でしっかりとした感じ。アジアでは日本が圧倒的な一強だよ。韓国は突出した選手数人が日本の選手たちをレベルで圧倒しているけど、チームで見れば全く比べ物にならないレベル。韓国はエルサルバドルに0対0。これは現実なのか。日本はペルーに4対1。世の中が嘘をついているみたいだ。これは何なんだよ、本当に。というように、 今回の代表ウィークでの日本の強さを称賛する声が多く上がっていました。そして日本に敗れたペルーの複数メディアも試合を振り返って感想を報じています。まず、レプブリカというメディアでは90分を通してペルー代表は総合的に劣勢だった。予想外のことだった。彼らはワールドカップ予選に向けた最後のテストマッチで1対4の大敗を喫した。デポルというメディアでは非常にコンパクトな相手で全ての局面で負けていた。バランスを欠いた婦人で厳しい戦いを強いられた。と、どちらのメディアもペルーの完敗を認めていました。また、リベロでは日本は ペルーにとって強すぎるライバルであり、4対1で我々を圧倒した。この厳しい結果は、日本がチームとして適切に機能したというだけでなく、複数のアクションでディフェンスゾーンに到達するための必要な能力があることを示したサッカー選手によってもたらされたというべきだ。それはミトマのことだ。彼は右サイドバックのジルマール・ロラを狂わせたとミトマ選手のパフォーマンスを称賛していました。他にも ESPN ペルーでは、チームの半分を変える賭けに出たが、これが大失敗だったと切り出し、ペルー代表はボール支配、短い距離間での連携、サイドバックの攻撃参加など 見事なスタートを切ったただ、日本代表が落ち着いた後は、ペルー代表に大きなダメージを与えた。ホームチームは、自分たちのリズムを取り戻すと、素早い攻守の切り替えで、ペルー代表を苦しめた。37分にはミトマ、三笘薫に、見事なカウンターを決められてしまい、後半も立ち直れなかった。と、試合を振り返っていました。そして、4対1という結果には、ペルーのメディア関係者も驚きだったようで、試合後、ペルーのテレビ局、ATB のスティーブ・ロメロさんが、日本のメディアから試合の感想を尋ねられると、最も衝撃を受けたのは三苫だね。彼のドリブルはすさまじい、素晴らしい選手。 クボトドーアンが途中から出てくるなんてね、日本はいいチームだよ。と語り、森保ジャパンが誇る選手層の厚さに脱帽した様子でした。さらに、同じ南米のブラジルメディア、j グローブは、日本が賞を披露、と題した記事を公開し、出場選手の祭典とともに、日本代表の戦いぶりを分析していました。この記事では、選手、監督の出来を採点し、先制団をマークした伊藤選手や、右サイドバックで活躍した菅原選手に、7と高い評価をつけた中で、三笘選手と伊藤淳也選手は、最も高い7.5が与えられ、ベストプレイヤーに選出されていました。 三笘選手について記事の中では試合に影響を与えるまでしばらく時間がかかったが彼はすぐになぜ自分が日本のスターなのかそしてなぜ自分が常にスターティングメンバーにいなければならないのかを示した1対1で危険を生み出しゴールやアシストという決定的な役割をこなしたもっと多くのアシストを記録した可能性もあったしミッドフィルダー陣では唯一フル出場したとキレキレのドリブルを見せていた三笘選手に高い評価を送っていましたそして森保監督にも三笘選手と同じ7.5が与えられていて同メディアは出場可能な選手たちで最大の力を発揮できる ラインナップを完成させたチームは集中力を維持し素早いトランジションとボールホルダーへのプレッシャーを見せ試合のバランスをすぐに崩すことに成功させて理想的なパフォーマンスを引き出したと采配を称賛していました他にもアジアサッカー連盟が「サムライブルーがペルー相手に躍動4対1の勝利で見る者に強い印象を与えた」と伝えていてスペインのスポーツ紙「アスでは重要なタイミングで攻撃する方法を熟知し目がくらむような勢いを見せた日本によりペルーは最初から最後まで圧倒されたサムライはスピードと正確さを生かしプレー内容とスコアの 両方で優位に立ったと綴られていました。そして、世界各国のサッカーファンからも様々な声が届いています。まず、コロンビアのサッカーファンは俺は試合を見なかったが、こうなると思っていたよ。日本は本当に強いからな。俺はペルーのアンチとかではないが、日本に勝てるはずがないよ。3月にうちが日本に勝てたのはかなりすごいわ。と語っていて、クロアチアのサッカーファンからは日本はアジアだけでなく、世界でもトップクラスのチームになっている。カタあるワールドカップでうちと対戦した時のことを思い出すわ。pk 戦で敗れたが、逆の結果もあり得た。クロアチアから日本の勝利を祝福しているよ。とい といいう声が上が上っていましたこのように、海外メディアやファンからは、賞賛の言葉がほとんどだった日本のプレーですが、普段、辛口で知られる日本の解説者たちはどう見ていたのでしょうか。元日本代表フォワードのジョー・ショウジさんは、自身の YouTube チャンネルで、ペルー戦を振り返る動画を投稿し、日本が決めた4ゴールについて分析していました。まず、22分に伊藤選手が左足で決めたミドルシュートについて、すごくいいシュートだったと称賛した上で、伊藤選手が見せたプレーについては、少し前につけたり、斜めにボールを入れたり、今まではどうしても左足で受けて、ゴールの方に向い バックパスが非常に多かったけれどもそこまでのプレッシャーがないのでかなり前に向いていってるという印象があったとカタールワールドカップでは批判されることもあった伊藤選手の進化した点について触れていましたさらに37分に追加点を決めた三笘選手のプレーについて右足で外にボールを出した瞬間にその足でそのままシュートあのタイミングで打たれるとディフェンダーは難しい対応になると思うと分析しゴールの直前の古橋選手の動きにも注目して駆け引きをして中央の鎌田選手にパスコースを作るそうなると相手のサイドバックが少し古ス に寄ってしまっって三笘選手がフリーになったと解説しましたままたた63分に伊東純也選手が三笘選手のアシストから決めた得点も取り上げて本当にいい攻撃でいい時間帯に取れたと思う流れの中ですごく速い攻撃という部分で質の高いゴールだったと称えていましたそして最後の前田選手が決めたゴールについてはしっかりと決めきったところはすごく大きかったとコメントしていましたそしてジョーさんは試合を総括して久しぶりにいい試合だったと思う素晴らしいゲームだったと試合全体に対しても高い評価を送っていましたこのようにジョーさんは全体的に にいい印象の言葉を並べていましたが辛口評論家で知られるセルジオエチゴさんはやはり厳しい言葉も含めてペルー戦を振り返っていましたまず6対0で対勝したエルサルバドルに比べてペルーは質が高く多少は意味のある親善試合になったと思う試合内容は拮抗していて点差ほど大きな力の差はなく日本には運も味方した三笘が決めた2点目はシュートが相手に当たり軌道が変わってゴールイン前田の4点目は冷静なフィニッシュは見事だったけどその前に相手の大きなミスがあったと日本の得点にはラッキーな部分があったとコメントしていましたセルジオ ペルーはチャンスを決めきれなかったり、ゴールネットを揺らしたけど、オフサイドになったりしていたが、日本を押し込む場面が目立った。また、前半に脅威になっていたゲレールを含めて、ハーフタイムで3人を交代したのは日本を助けたと思う。そこまで弱くない相手に、モリアスジャパンの強固な守備からのカウンターがはまった。リードしたために、相手が出てきて、裏をついて攻めることができた。と、試合全体を振り返っていました。一方で、エルサルバドル戦と違って、押し込んだ攻めをほとんど見せられなかった。ペルーを相手に、ビルドアップでもなかなかボールを前に運べないシーンが目についた。スピードと突破力 がある両サイドの三ドの折り返しから伊藤が決めた三点目が典型的で中央で細かなパスを繋いで相手を押し込むというよりも三マと伊藤にいってらっしゃいという攻撃だと感じたもちろん二人は三マ様々伊藤様々というほど見事だったと日本の攻撃がサイド一辺倒だったことに対しては批判的な目線で指摘していましたまたセルジオさんは鎌田選手をピックアップして鎌田が気になった守備をしっかりこなしつなぎの部分でも機能自ら仕掛ける場面もあったけどボックス内に入る動きが少なくゴール の意欲があまり感じられなかった。インサイドハーフで起用されたけど、ダブルボランチのような意識になっていたのかもしれない。鎌田も代表ではクラブのように得点できていないよね。と、もう少しゴールへの意欲を見せて欲しいと指摘していました。そして、最後にはカウンター主体の攻撃でかタあるワールドカップでドイツとスペインに勝てたのは事実だけど、世界のトップクラスは押し込んで攻める。サッカーを展開している。攻めてくる。相手には効果的な攻撃ができても先制されて相手が引いてきたらどうなるのか。森保ジャパンには多彩な攻撃のバリエーションを持って欲しいものだと、森保ジャパンがさらに1段階。 レベルをを上げるたためのポイントを話ししていましたちなみに皆さんはペルー戦でのの日本の課題をつつ挙げるとするとととすす何だだ思思いますか思いついいまかたら是非コメントしてみてみくださいペルー戦はセルジオさんこそ少し批判的な見方をしていましたが基本的にはいい部分が多かったので9月のドイツ戦でも再びカタールワールドカップとは違った戦いで勝利してほしいですねまた今回戦った日本代表の中にはヨーロッパでプレーする選手も多くいますが中にはさらなるステップアップとしてビッグクラブへの移籍が噂されている選手たちもいますそんな選手たちについてはこの動画でまとめているの ぜひ見てみてみくださいそれではそろそろ僕も底辺から次のステップに上がれるように頑張るので応援してくれる人はチャンネル登録と高評価をお願いしますそれでは皆さんさようなら